毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。さあちょうど行きますか。選択チャレンジ押しました。今日ね、金曜日なんですけど、昨日、やって、ちょっと待って、山田マンさんやな、これ。超山田マンさん。最近ちょっと配信にはあんまりね、来られてないみたいですが、久々にね、ちょうど当たりましたね。昨日ね、ちょうど決戦やってないっていう話をしたところで、リスナーさんの山田マンさんが現れましたね。LR アテナ。さあ、山田マンさんのキャラは、執念鏡。どうしようか。一応やりますか。いざ尋常に勝負っていうとこ。お手柔らかに。いや、こっちのセリフですよ。山田マンさん、こっちのセリフですわ。下に置いとこ。でも何置いても一緒なんで、何でもいいんですけど、一応ね、デバフ持ってるテリーにしようかな。これ、どうやって勝つの山田マンさん、ちなみに。勝ち方教えてくださいよ。ねえ。一応やってみましょう。凍らしまくって、あの延長ダメージで、今日をね、延長ダメージで倒すっていう可能性はあるんかな。これはどうなんですかね。マックス凍結次第になるんですかね。一応やりましょうか。そうね、今アテナ使います。で、反撃来ないね。クーラーは踏ん張り入ってました。ここで打てるよね。うん、これで打てる。で、リオロンか。これで今日を凍らしていれば、まだわからないですよね。可能性的には。ゲニやられましたね。ゲニがやられる。で、まあ、こういう形にして、アテナは使うと。反撃いけますかね。来ない。珍しいね。でクーラーがでも、打つ前に踏ん張り入っちゃうとね、やばいんですよ。うん、両論打つ。沈黙したけど、これ、どうやったっけ？打てるんやったかな？テリーがやられました。沈黙したら打てないよね。当然ですけど。どうやったかな？ちょっとこのまま行きましょうか。数値今62。さあ、来ましたね、今日。いやー、アテナやられましたね。今70か。これはこのまま行くんですけど、クーラー打てたっけ？デュオロン4ですね、あの、何やったっけ？行った。行ったけど、これあれやな。マックス凍結になってなかったな、今。75かなんか。わー、デュオロンの沈黙が強いですね。75かなんかにならな、マックス凍結発動しなかったっけ？アテナ溜まりましたよ、ゲージ。で、使う。デュオロンはもう踏ん張りできませんね。あ、これクーラーやばいか。クーラーやられるんじゃないのこれ。打ってないよね、さっき。あ、アテナや。クーラー打ってないからやられる可能性がある。うわー。あ、生きてるで。やけどで。やばいか。さあ、アテナ打ちます。デュオロン倒したんちゃう。あれ？デュオロン次か。クーラーやばい。クーラーがやばそう。うおーい。アテナは、復活は、できそう。復活というか、踏ん張ってますね。で、クーラーここで沈黙解けるのかな？解けてない。いや、っていうか、たまらん、あれが。やばい、クーラーやられる。踏ん張りないよね、これ。うわー、マジか。ただ、アテナはゲージは、たまらない。マジでこれ。クーラーやられちゃったの？やめてー、山田マンさん。これ復活できるアテナ。うわー手加減しないぜって。そんな、めちゃめちゃ強キャラ取って、それはないでしょ、山田マンさん。ねえ。惜しかったね、でも。もうちょっとで追い詰めたんですけどね。ベジータさんね、131サーバー。これベジアンか？なわけないか。先生取られましたね。ナコールル。僕と同じサーバーにベジータさんいるんですけどね。違う方やろ。と思うんですけど。これはね、2代目。で、先生取られて。あー、マキシマデュオロンなー。どっちもどっちやな。マキシマ取ろう。
マキシマデュオロン、ホタル、サイキやこっち。サイキか。どうなんかな、ホタルとサイキって。なんかホタルの方がいい気もするけどね、確かに。で、ダイモン、デュオロンは置きましょうか。で、ベニマルとか置いとこう。まあ、サイキ、前で。これ打てたらいいんですけどね、初端。どうかな、打てたら、マキシマに命令入れるんよね。命令入れると、マキシマは解除できないんで。命令入れれば入れるほどいいっすね。めまい入ったけど、これは解除されるかな。命令入ってますね。2段階入ってる。デュオロンゲージ溜まってます。ホタルは1ターンゲージ溜まらなかったっけ、だったかな。マキシマ打ってきた。サイキ、硬い。あ、溜まるわ。溜まるということは、これ、デュオロン、そうやね。怒り弾入るよね。怒り弾を入る。ホタル、スキル強いな。このまま行きましょうか。このまま行って、デュオロンは、ゲージは、あれ？なんか、ホタルの性能で、怒り回復速度下げるみたいなのあったっけ？今、マキシマね、全くゲージ溜まってなかった。マキシマじゃない、デュオロン。そういう性能あったかな。さあ、再起やられましたけど、ここはこのままいきます。これ使います。なんかそういう性能があった気もする。で、再起復活してるんで、めまい入るけど、これ解除できるよね。で、ディオロン。ここではゲージ溜まった。ここでゲージ溜まったんですけど、必殺は打てないね。マックスにはならない。ホタル強いな。しかし、ディオロンダメージカットあるんでね。マキシマ打ってくる。が、サイキも硬い。まあ、とりあえず、まずマキシマ倒したいですね、こっちは。まずはマキシマ倒したい。復活、2回目。ここね、あ、サイキ打てる。サイキ打てましたね。で、これはもうマキシマ叩こう。多分倒せるんちゃうかな。これ、命令で倒せますよね。そうそうそう。まあ、着実に。1体ずつ倒していこう。で、京都最終が出てきた。うん。で、デュオロンね、これ、後出しの方が良かったな。失敗しましたね。オロチナギ、オロチナギ。サイキ、硬すぎるやろ、これ。硬すぎます。打てるしかも。マジで。これは、まあ、こういっとくか。で、ここは当然使う。使って、結構 HP 回復してますね。で、ここの今日はこれで倒せそう。命縁で倒しました。で、ただホタル撃ってくるんですよね、ここで。ホタル撃ってきてデュオロンが踏ん張るんですよ。うんうん。ああ、これ別にあれか、ダイモンそこの位置にする必要なかったか、じゃあ。そう、ここでデュオロン踏ん張らない。クーラで踏ん張る？クーラで踏ん張ってる。八乙女ぐらいじゃ、サイキは、ほとんどダメージがない。そうね。サイキ生きてます。まあ、これ、こうしときましょうか。で、とにかく、デュオロンまず打ちたい。でも、打てないですね。デュオロンまず打ちたいんですけど、打てない。やばいな、これ。ホタルが高烈に飛んじゃうんでね。ホタルが高烈に飛んじゃうから。これは、サイキゲージ溜まった。そうね、これはね、高烈に飛ぶということは、2台目置いとこう。こういきます。で、これは使う。で、2台目も使う。まずは、あ、めまいした。これはじゃあ、デュオロン打てるか？まずはデュオロン打つことが、必須。そうね、これでデュオロン打てます。デュオロン打つと多分 HP 回復できるから、ただ次ホタルが飛んでくるってなるとこういかなあかん。まず使う。で、より倒すでしょ。で、ここで、あ、めまいした。これいいよ。このムーブメントがいい。めまい、クーラー前、クーラー前、の方がええか。そうね。
で、ここは、このクーラー倒せば大丈夫ね。よし。で、ホタル撃ってきても、デュオロンダメージカットがあるんで、倒せない。ってなると、人数で勝ってるんで、もう10ターンですね。勝ってますね、これは。再起は復活するだけ。そうね、一応もう一体キャラ出しておきましょうか。やめましたね。多分、そうね、人数で勝ってるんで、まあ、デュオロンのダメ、ダメ化を生かして、なんとかいけたっていう感じ。あと、再起がやっぱね、強いんですけど、ホタルとかなりいい戦いやったなっていう気もしましたけどね。まあ、なんとか勝つことができました。ってことで、今回こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。